5番のウィンメルで懸命に手綱をしています。11番のエアーメモリも手綱を押し通して6番のフィールドに並びかけていきます。あとは13番の大岡の先行座、今6番という内から7番のランキング、それから4番のバリアントマリも一躍について先行までウィンコースになりました。最高の1番断然スピードで遅れて縦長になっていきそうなアンカーです。6番のティルドーンが先頭、リードは体半分ぐらいになりました。11番のエアーメモリが2番で並びかけていく。3番手15番のウィンメル、ラインの中は崩れ地、残り1200m、 あとは3馬身相手、外を通って13番大岡空気が4番手、そのうちぴったりと4番バリアントは4人と並んでいます。2馬身離れて14番3台ゾーラス